みなさんこんにちは、教育百貨店の平野と申します。昨日キャストダイス TV さんとのコラボレーションを出しましたけれども、そうですね、小林さんと出させていただいて、もう非常に夢のようなね時間を過ごさせていただきました。1年前の自分に言ったらね、多分信じないだろうと思うような出来事でしたね。最近いろんな人からお声掛けをいただくことが多くなったんですけれども、そうですね、なんでだと思いますか？人と人とが出会う確率って運命だと思うんですよ。小学生の頃のクラスの仲間とか、中学校の時できた友達っていうのはもう運命ですよね。でも YouTube を通じて出会う人たちっていうのは、僕はこれね、確率だと思ってるんですよ。 0% の状態をいかに 0.1% に持っていって、 1% 2% 3% 4% っていう風に持っていけるかの問題だと思うんですけど、やっぱりこれはね、 YouTube の動画を毎日出すっていうことだと思うんですよ。これちょっと数えたんですけど、この動画で381本目なんですよ。381本も、それこそプロ野球の打席にね、僕も立たせてもらえれば、多分1本ぐらいヒット打てるはずなんですよ。たまたま振ったらたまたま当たって、たまたまいいとこ飛んだみたいな。でもいいじゃないですか。プロでヒット1本打つのがどれぐらい大変なことかって、皆さんもよくお分かりだと思いますし、継続をしていくことで、奇跡の確率っていうのは、少しずつだけど上がっていくのかなっていうふうに思います。だから、ちょっと小林さんのお言葉を借りて説明しますね。端的かつ最終的な結論としましては、継続は全ての運命を超えていくっていうのを、まさに肌で実感した瞬間ですね。僕は元ただのサラリーマンですから、ただの塾をして、ちょっといい意味でも悪い意味でもないんですけど、普通のサラリーマンだった僕が YouTube を通じてキャストダイスの小林さんとか、まあ、他にもお会いさせてもらってる方いらっしゃるんですけど、それがやっぱ継続なのかな、数なのかなっていうのはやっぱり思いますよね。ただ動画を出す上で何か気をつけていることってありますか？まず軸をぶらさないことですよね。僕の動画って一応軸は3本あるんですよ。僕は初めからこの3本の軸でやるって公言してて、塾、ビジネス、人事っていう3本の柱を使ってますよね。3つガッチャンってすることもあるし、1個しか使わないこともありますが、初めからこの姿勢で一貫して貫いてますよね。まあ、ちょっと土日はちょっと違ったものをやることもあるんですけど、やっぱ一貫性があるからこそ、視聴者の人たちってのは見やすいというか、求めてるものが出てくる可能性が高いですよね。それこそビジネスな目線で見てる人でも、塾の動画って参考になってる部分ってあると思うんですよ。主語を塾じゃなくて違う業界に変えれば通用するものも喋ってるつもりではあるし、人事的なものっていうものも塾の話を多くしてます。他の業界にも言えることっていっぱいあると思うんで、主語をご自身で切り替えていただければいくらでも見れると思うんですよね。塾という主語をちょっと使わせてはもらってますけど、主語を入れ替えても聞きやすいような、まあ、構成にしていきたいなって思ってますし、まあ、あと個人的に毎回心がけてるのは、今日の動画一番面白いなって僕本気で思ってるんですよ。もちろん過去の動画いっぱい面白い動画ありますよ。武田塾の倒し方とかね、疑似河合塾の作り方とかね、また面白い動画いっぱいありますけど、それでも今日出す動画がやっぱ面白いな、一番この動画が。その編集テクニック的にも上手くなってるな、喋りも上手くなってるな、内容も新しいの喋れてるな、これが一番面白いよっていうのを心がけて発信してるつもりなので、そういう積み重ねが登録者の増加につながり、視聴回数の増加につながって、で出会えなかった人と出会えたっていうことに、まあ、つながっていくのかな僕は思っております。なのでちょっと捉え方間違えてほしくないんですが、頑固になれという意味ではないんですけど、自分の中にある軸ってあると思うんですよ。最低1本は欲しいですよね。その軸を大事にしながら継続して行っていく、一貫性を持ってやっていくっていうのが非常に大事だなと思ってます。もちろん塾の現場であればね、これはダメだからすぐにあれをずっとやろうみたいな風にこう変化していくことも大事だけど、でも自分の軸というのは本来ぶれないものですから、それを継続して一貫性持ってやっててほしいのかなっていうふうに思います。その成果が昨日の動画だったかなっていうふうに僕は自分では自己分析しています。はい、では参考になった方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。